今もう言うたわね、あの一番奥にいてた身ごもってるっていうのは一頭ここに出て出してやるとね、聞いてるとどうも自分を出してほしいんで興奮するみたいらしいですわ。うん、だからでそれであれかいな思って近づいてて、やっぱり用心して向こうにちらっと撮ってるけれども、用心してちょっと私が近づくと逃げていきます。これほんまの大きい生、まあ大人になってるのか、これはまだちょっと小さいけれども、それでもやっぱり実際こうやったら大きいね。うん、すごさこの大きさですわ。これが、ああ寒いわ。しかし、あ、今ちょっと落ち着いとるんかな。まあ、まだこっち多分来ると思う。一番奥のやつが泣いてますわ。もうって。あ、寒っ。これで走ってこられたら、ここまで届くんで、ね、多分来ましたね、また。ええ姿ですわ。これで、もう、子供の牛、先ほど言った3頭なんかの1頭は5月っていうんで、7ヶ月として、これはだから、1年ちょい経ってんのかな。うん、っていうことみたいですよ。これで走ってくれたら私も一応逃げなあかんしね、体勢としては。それでは怖い、寒いし冷たいし、へえ、おい、なこれ止めとこうか、来まへんな、近づいていったら倒されるわな。どのぐらいなのな、500キロぐらいあんのかな、うん、多分500、600キロぐらいはあるように思うんやけどね。うん、というとこです。はい。